皆さんこんにちは。日本テレビの三浦あさみアナウンサーが25日メイン MC を務める同局ジップを体調不良で欠席した。今日は三浦あさみさんのことについて紹介します。まずは三浦あさみさんの経歴とプロフィールから紹介します。三浦あさみさんは日本テレビのアナウンサー、千葉県市川市出身、渋谷教育学園幕張高校、慶応義塾大学文学部英米文学専攻卒業後、2010年4月、日本テレビ入社、2020年7月から役職は日本テレビのエグゼクティブアナウンサー、夫は俳優の中村智也。日本テレビの三浦あさみアナウンサーが26日体調不良のため総合司会を務める同局ジップの生放送を欠席した。同アナは今月19日から休養を続けており、この日で6放送日連続での不出演となった。番組オープニングで火曜パーソナリティを務める3代目ジオールブラザーズの山下健二郎が、三浦さんは体調不良のため大事をとって今日もお休みとなりますと報告した。同アナは週明けとなった前日25日の放送も欠席し、番組冒頭で月曜メインパーソナリティを務める俳優の風間俊介が、三浦さんは体調不良のため大事をとってお休みですと報告。同日に行われた同局定例社長会見では、取締役専務執行役員の福田博之氏が、ご心配することは何もなく、そのうち出てくると思いますので、と大事をとっての休養であることを強調していた。三浦アナは、2011年4月のジップスタートから10年間、総合司会を務めた増田一アナから、バトンを受けて21年に同番組の総合司会に就任した。俳優中村智也が24日放送の NHK、今日うちで何食べる?に、出演した3月の結婚発表後初めて放送される同番組で、お相手の日本テレビ三浦あさみアナウンサーから、絶賛された料理の腕前を披露し、新婚生活の一端も明かした。同番組は海外の家のキッチンとオンラインでつながり、家庭料理を教えてもらう昨年からの不定期番組で、今年に入って初放送冒頭では結婚には触れなかったが、最近パスタちょっとハマってますねと食生活の近況を明かした。中村はこの日のテーマ「世界の魚料理」に沿ってエイを使ったポルトガルの煮込み料理「ライアデピテウ」に挑戦。日本の俳優でエイさばくの初めてなんじゃないと自ら突っ込みながらも、鮮魚店店主の森田釣竿氏の指導を受け、慣れた包丁さばきでエイを切り身にしていった。料理を教えるポルトガル人の夫妻から、玉ねぎをみじん切りにする切る手さばきを褒められ、木村昴と山口百合子の吹き替えを介して、作ってもらったりもあるの?と問いかけられると、あんまないですね、今のところ妻もする人なんで、自分が忙しくなったらやってくれるんだろうなってと語った。ここで画面が分割され、3月26日付の日刊スポーツ紙面が大写しで登場。ミトちゃん中村智也電撃婚という見出しと、2人の写真直筆イラストが並べられた紙面で結婚が紹介された。結婚生活48年を迎えるポルトガル人の夫妻が、夫婦円満の秘訣を共有ようとすると、中村は48年教えて教えて得意君に返し興味津々、役割分担が大元と教えられ、中村と三浦アナの役割分担を聞かれると自然となりますよね。料理したり皿洗いしたりと、かはわりとやります。二人とも家事やるんで、やれる方がやれる時にやれることをやっている感じかなと語った。これまでに三浦アナは結婚後、中村の好きなところを美味しいご飯を作ってくれることですと答えたことが日テレ系番組などで伝えられている。結婚発表2日後には、中村が三浦アナ司会の朝の情報番組ジップに生出演し、ツーショットが実現している。俳優の中村智也と日本テレビの三浦あさみアナウンサーの結婚について、占われた2人の相性について中村さんの方が大変かもしれません。喧嘩になった場合、三浦アナは絶対に曲げないところがあると占われています。プライドと頑固さがあり、激しい衝突が起こる可能性も指摘されています。またどちらも記号宿命の大殺界希望に入っている時期に結婚すると長く続かなかったり、トラブルに見舞われることが多いとされています。長く続くためには注意が必要です。芸能ライターも性格がここまで正反対だと占われているので、数年のうちに離婚する可能性もあると述べています。しかも細木さんの占いでは、中村は35歳から宿命大殺界に入ったばかりで、
場合によっては54歳までの20年間は運気が最悪になる可能性があると指摘されています。結婚により双方のファンも一定数は離れてしまう可能性も考えられますが、三浦アナとしては安定している一方、人気商売の中村は仕事に悪影響が出る恐れもあります。そのようなストレスから関係がギクシャクするかもしれません。細木さんはお互い助け合って末永くお幸せにとまとめていましたが、その口調はどこか歯切れが悪かったと週刊実話は報じています。三浦あさみアナが俳優中村倫也さんと電撃結婚し、世間を驚かせましたね。三浦アナといえば関ジャニエイトの横山優さんとの熱愛のイメージが強いですよね。しかし2人は熱愛報道後にすぐに泣く泣く破局しており、お互い別の人と交際していたようです。ヒルナンとの交際がきっかけで熱愛関係に発展したという三浦あさみさんと横山優さん、2015年7月に熱愛報道がありましたが、その年末には破局していたという情報があります。横山優さんは結婚も考えていたそうですが、三浦あさみさんが仕事を優先するため泣く泣く別れたとの報道があります。しかしその後復縁の匂わせもあったりなど、二人の噂は現在も絶えません。2015年7月週刊文春が三浦あさみさんと横山優さんの3日間の交流を報道しました。記事によると2人はボクシングジムで汗を流した後、横山優さんのマンションで過ごしていたとのことです。この報道に対し日本テレビもジャニーズ事務所もそれぞれ交際を否定しました。しかしヒルナンデスでは三浦アナと横山優の距離が近すぎると話題になりました。またヒルナンデスのロケ終わりに横山優さんが三浦あさみさんの飲みかけのビールをグビグビ飲んで周りを驚かせたという情報もありました。実は横山優さんはかなりの神経質で、関ジャニエイトのメンバーと水も共有できないほどです。このエピソードからも2人の交際が事実だったと予想できますね。そんな三浦あさみさんと横山優さんですが、熱愛報道から5ヶ月後の2017年12月にテレビ関係者が破局をリークしています。報道後も2人の交際は水面下で続いていたようで、横山は結婚も視野に入れていたと言われています。ところが最近になって三浦アナの方が別れを決断したようです。日本テレビの看板アナウンサーと恋愛に厳しいジャニーズ所属タレントというイメージになるのを避けたかったのかもしれません。三浦あさみさんには過去に彼氏のプロポーズを仕事を優先させるために断ったという話もありますが、今回の横山優さんとの交際も同様に彼女が仕事を優先して身を引いたようです。その後三浦あさみさんは2016年秋に関係者に破局を報告しているとされています。三浦アナは横山と完全に終わったそうです。昨年秋に破局したと関係者に報告したらしいですが、その後2017年には横山優さんが田中みな実さんとの熱愛が発覚しています。これで2人の関係は完全に終わってしまったのかと思いきや、次に浮上したのは復縁の噂です。2017年に横山優さんとの慣れ始めの場であったヒルナンデスを卒業した三浦あさみさん、実は卒業にあたって横山優さんから高級ネックレスをプレゼントされたというんです。制作会社関係者が次のように明かしています。三浦アナがもらったものも安く見積もっても10万円はくだらないでしょうね。三浦アナは相当嬉しそうにもらっちゃったと周りに話していたそうです。でも普通卒業祝いでそんな高級品をプレゼントすることは珍しいです。ちょうどこの頃横山優さんと田中みな実さんの破局も噂されていました。そのため泣く泣く破局した三浦あさみさんと横山優さんは復縁したのではと言われていましたが、しかし2019年1月の報道では三浦あさみが日本テレビに破局を報告したとありました。三浦アナ本人から局に報告があったということです。そしてこの頃三浦あさみさんが霧で号泣する姿がたびたび話題になりました。森山直太朗さんが披露した桜で号泣したり、オードリー若林さんの結婚裏話で号泣したり、大好きだった人との別れを決断した後で感情的になりやすかったのでしょうか。一部報道では三浦あさみさんが横山優さんへ復縁を迫ったが断られたという情報もあり、結局復縁には至らなかったようです。そして2人は別々の人と交際をすることになりました。京都にある芸能人御用達の老舗高級ホテルで12時間も一緒に過ごしていたようです。この密会から6日後、
横山優さんは A グループ福本大成さんとのビジネスホテルでの密会が報道されました。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。